久しぶりになるな。お久しぶりです。お久しぶりです、二人とも。お久しぶりです。おかえりなさい。入ってきました。おかえりなさい。入ってきました。ハワイから二人の中入っちゃっていいですか。あ、もう全然全然、ちょっとイチャイチャしないでくださいよ。すいません、いない間にワンチャン行ってこうかなみたいな。いや、二人ともお久しぶりじゃないですか。焼けましたね。焼けました。本当にいろいろあったんですよ。本当いろいろありました。何してたんですか、ハワイで。いや、もうずっとハワイでいろいろやってました。いろいろやってました。ちょっと言えないことなんで、いろいろやってました、ハワイで。はい。買ったんですか。あ、これですか。これ新しいの買ったんですよ。どこのですか。これはウーロですね。ウーロですか。あれ、なんか落ちましたけど。あれ、あ、これ何剥がしてんすか、店長さん。いや、勘弁してくださいよ。いや、なんか勝手にプロと思って。剥がさないでくださいよ。ちょっと今、はい、その服ちょっとあっちの方でハワイで海でちょっと遊んでたら、はい、はい、なんか塩で剥がれちゃって、これ塩が、塩で、はい、剥がれるんですね。剥がれちゃったんですよ。そう。へえ。何ですかこの服。いやいやいや、お土産。お土産があるんですよ。お土産呼び出されてるんで、こっち。あ、そうですよね、そうです、はい。いや、お土産あるんですよ。この新しいバッグなんですよね。ちょっとダサくないですか。高いですか、ね、いや、これ結構もう20万ぐらいするやつですね。へぇ、はい、それよりもちょっと高いお土産2人に。おぉ、そりゃそうっすや。ダサっす。そんなの言わせないでくださいよ。こちら出た40万のやつ。40万のやつするやつっすよ、これ。40万のやつです。本物だ。本物っす。知らんすよ、店長さん。はい、これボッテガーですよね。ボッテガーが多分これ2人にプレゼントということで。ハワイで買ってきたんですか。あ、もうこれハワイに売ってたんで、はい、ハワイだとなんかこれ2000円で売ってました。ドンキでも2000円でしたけど。こんだけっすか。こんだけっす。これ私に行ったら、なんすか、やめてくださいよこの空気。なんすか。いや、なんかなんすか、なんすか、やっぱ休んでたらお金なくなったのかなっていう。ね、そうですね。あー、まあそうっすね。なんか急にすごい貧乏臭くなったな。ぶっちゃけ言うと、はい、金借りてきました。お、ついに。マジっすか。マジっす。いくら。40万これ これ買ったんで、これ。ちょっとこれ買い取りしてもらっていいですか。40万使って何するんですか。はい、これ買います。これやっぱちょっと剥がれちゃうとまずいんで。まあでも剥がれたことによってどこにでもつけれるようになっちゃったんで。ああ、はい、そうですね。はい、だからここが入れてって。あ、いいっすね。あ、剥がれていいっすよ。あ、で、はい、どうするんですか。なんちょっとその半切れなんですか。いや、立場逆転したじゃないですか。うん、ああ、そういう感じですか。はい、でも一応僕の方がまだチャンネル多いんで書きますよ。金ないんでしょ。じゃあもうね、はい、特に一緒にいる意味もないし。そういう関係なんですか、これだ。そうです。マジですか。もうヒカルさんとじゃ同じじゃないですか。てか、そいつどうしたんですか、さっきから。なんかいや、なんかその、はい、結局許可もらってるんですか。許可っていうのは。いや、なんかちょっと中途半端だし。ああ、うん、なんか実際なんか面識あるんで、なんかちょっと気分あんまり良くないというか。ああ、すいません、すいません。こっちでしたっけ。どっちだっけ。やるんだったらちゃんとやってほしいし。ああ、はい、そうですね。そうなんか、これがもうこれが何ですか。はい、はい、すいません。痛い。何ですかこれ。何ですか痛い。ラファエルさん、こんなお腹してましたっけ。こんな、あ、うわっ、うわー、触りたくない。すっげー、ボーボー。これさんですよね。そうっす。バレちゃいました。いや、ギリギリまではバレてなかったです。あ、ギリギリ、バレました。大丈夫でした。お腹で。そうっすよね。そうですね。結構これとかもわざわざ買ったんで、しかもこれ50枚入りで残りの49枚どうしようかなって。はい、買い取ります。あ、買い取りました。はい、本人に売っときます。あ、俺どうしたらよかったですかね。いや、惜しかったっすよ。惜しかったっすか。うん、はい、どうしたらよかったですかこれ。まああとは、はい、ラファさんだったらやっぱり、はい、もっとお金の匂いと言いますか。はいはいはい、うん、あー、そうですね、はい、ちょっと貧乏くさかったっすかね。はい、うん、あとはやっぱもう案件。案件、はい、基本案件なんで。基本案件、はいはいはい、はい、案件じゃなかったらもうラファさんじゃないです。ああ、じゃあもうなんかいきなり今から案件やっちゃうみたいな。はい、もう案件だと思って来てました、はい、僕。ああ、本当ですか。はい、じゃあ行きますか。もうじゃあ行っちゃいましょう。で、今回やっていくゲームはですね、このジャンプ族で、実は僕ら3人出てるんですよね、はい、このゲームね。え、マジですか。実はキャラとして。それ知らないでやるんですか2人。いや一応なんかそんな。いや、いいです、大丈夫です。もう3人絶対出てるんで、これ。で、これ僕は、まあ一応ラファエルじゃなくて、これでね、一応出てるんですけども、これも言いますよ、次。2トライ100回やると僕のキャラ出るみたいなんですけど、はい。やりましょう。あ、うわー、僕のキャラクター出てます、これ。え、かわいいじゃないですか。あ、かわいい。いや、これかわいいです。ほんと、ちょっと似てます、結構。ちょっと、はい、はいはい、僕もいるんですか。あ、かわいさんもちょっといますか。ちょっと見ますか。無駄にキャラクター多いですよね。あ、いました。その横もなんか悪意ありますね、ちょっと。え、これ、私はいないんですか。これは店長さん、私ないです。
なんで出してないんですか、ね、出してください。電柱さんの条件は何なんですか、出す電柱さんの条件は48時間プレイするっていう。あ、それは絶対ないっすもん。絶対ないっす。してくださいよ。48時間きついっす正直。ちょっとじゃあ続きからやっていきたいと思います。はい、アイス、アイス。いや、僕めちゃくちゃうまいっすよ。もうお、すげえ。なんかちょっとプロっぽいですね。でも結構早いっすね、この壁。そうなんですよ、もうめちゃくちゃ速くて、もうここ詰まっちゃうんですよね。でもここを超えれば結構いける感じの。ダメですね、やっぱり。そしたらこれね、ゲームが悪いな、こちら反応が遅いんですよね。だからちゃんと本当に毎回同じところで死んでます。そうなんですよ。学習しない人ですか。いやいや、これ本当結構難しいですね。もう簡単そうですけど。ああ、じゃあちょっとやってみていいですか。いいっすか。結構難しいね、マジで。もうこれこれさん可愛いですね。ほら、いや、まあ、初めてなんで。初めてなんで。ほら結構難しいでしょ。あれそうなんですよ、見た目より結構難しい。あれ反応が、そうそう、反応がちょっとやばいですよ本当に。ほら、なるほど。でしょ、はい、思った以上にっていう。これこれさん、はい、前髪。あ、そうですそうです。いや、これ正直、はい、めっちゃむずいっす。むずいっすよ。楽しいんですかこのゲーム。いいですか。まあ、いや悔しいっすね。いきます。こんなにも。ああ、ちょっともうもっと早くやんなきゃ。あ、わかりました。じゃあちょっと本気出します。はい、本気出してください。お、ああ、今日2人ゲーム下手くそっすね。ね、ちょっと割と下手くそっすよね。まあこんな感じで結構難しいんですよ、本当に。はいはい。で、これウェーブ50までクリアすると、はい、iPhone 8が1名様にこれですよ。1名様、1名様だけ、1名様だけ。なるほど。もうこれキックケチなんで。はいはいはい。で、50ウェーブに行ったらツイートするっていうこのゲーム内にボタンがあるんで、はい、これをツイートすれば iPhone 8が当たる。みたいです。みたいです。わかんないです。ちょっと俺も当たるかと。ちょっとわかんないです。そこふわっとさせるっすね。まあね、とりあえずよかったらね、このゲーム、ダウンロードしてみてくださいと。じゃあお二人さんね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、初めましてですから。あ、そうっすね。そうです、そうです。ちょっと顔を見たいっすよ。あ、いや、ちょっとやりやすい、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 やり